はい、それではインディースポットは僕が個人的に気になったインディーゲームをプレイしながら簡単に皆さんに紹介していくコーナーです。今回はこちら、ザ・ラストスペル。限られた人数で大量に押し寄せる敵から拠点を守り続けるターン制の戦略ゲームです。早期アクセス開始日は2021年6月3日、価格は2050円、開発はイシュタールゲームズ、販売はジ・アーケード・クルー、ガメラゲームとなっています。それでは早速ゲームプレイしていきます。まずこのゲームの大きな流れとして、1日ごとのサイクルをずっと繰り返していくっていうのがあって、その1日が3つの段階に分かれてるんですよね。最初が生産、そしたら次は配置で、夜になって戦闘が始まります。で、戦闘が終わったらまた生産に戻っていくっていう感じですね。それでゲームの目的としては、今真ん中でなんか明らかにヤバそうな魔術師たちが儀式みたいなのやってますよね。これ実は、味方というか、これを守るのが僕たちの大きな目標なんですよね。この儀式を成功させなきゃいけないっていうのがあります。で、画面見てみると、このピンク色の矢印がグッグッって出てるんですけど、ここからね、大量の敵がやってきます。クローラーって呼ばれてる、なんかね、ゾンビみたいなやつらなんですけど、それをね、グーっていっぱいこっちに押し寄せてくるんで、この儀式を破壊されないように、このキャラクターたちで守っていくっていうようなゲームですね。最初ね、3人しかいないんですけど、まあ、徐々にキャラクター自体は増えていくっていうことみたいです。ゲームの今の状態としては、その1日目が終わって今から2日目を迎えるところですね。で、段階で言うと2番目の段階、配置の段階です。このキャラクターたちをどこに、配備しようかなっていうのを決めることができます。ここら辺がね、街の中の境界線みたいになっていくんで、ここら辺に入ってこられると、まあ、戦闘後ね、いろいろと報酬がもらえるんですけど、それがね、少なくなってきたりするんで、できればね、この街の外で、それを食い止めたいっていうような感じです。で、この矢印の方向以外からは一応来ないことになってるんですけど、ゲームが進んでくると、まあ、2方向から来たりとか、まあ、いろいろあったりします。とりあえずこの段階を終えて戦闘に入りたいと思います。よっ、さあ奴らが来たみたいな、地獄が戻ってきたっていうことでね、これが、あ、もう早速攻撃されちゃってるけどちょっと前に居すぎましたね。はい、で、そしたら、ここからはね、ターン制になっていきます。で、キャラクターをこうやってクリックすると、まあ、こんな風に攻撃とか防御とかがいろいろあるんですけど、まずね、どういう風にそれを見ていくかってことを紹介していきます。で、キャラクターのこの体力、ですね、赤いバーがなくなると、死にます。もう、帰ってくるのかな、まあ、ちょっと死んだことがないんでちょっとまだわかんないんですけど、とりあえずその戦闘から離脱すると思いますね。で、そしたら、このオレンジ、これがアクションポイント、行動力みたいなことで思っていて大丈夫です。で、青がマナですね、マジックポイントみたいな。で、この緑が動ける歩数というか、こういうふうにね、6マス分動けるようになってます。で、これはね、戦闘なんかアクションしなければいつでもこういうふうにキャンセルできるん で、例えば、そうですね、まあ一回戻ってもらって、こいつ攻撃しようっていう時にちょっとね、スキルを使うんですけど、そのスキルのね、上にね、なんかちっちゃくオレンジ色で1って書いてると思うんですけど、これはアクションポイント1使いますよっていうことです。アクションポイント1使って、こいつに攻撃するっていうことですね。じゃあこのアクションポイント2、オレンジ2、青2っていうのはアクションポイント2、マナ1使うっていう感じで見てもらえるといいかなと思います。なるほどなるほどっていう感じですね。なので、まず、この攻撃してみたいと思います。ちょっとね、この攻撃特殊なんですけど、敵を攻撃した後にその次のマスにね、こう飛び出るっていうような、能力を持ってます。で、こういう風に攻撃行動した後も、動く、緑色のポイントが残ってれば、こんな風にね、動くことができるんですよね。これがね、結構変わってるといえば変わってるかなと思います。普通の、こういう、まあ、コマを動かして戦っていくようなストラテジーゲームだと、その攻撃行動した後はなんか動いたりできないみたいなことがあると思うんですけど、まあ、このゲームはそういうことはないってことですね。こうやって敵を倒した後、
も、普通に動けるっていう風になってます。で、もちろんこのアクションポイントがある限りは、こうやって敵を、倒すことも、こうやって攻撃していくことも可能です。で、ちょっと後ろの方に下がっておきましょう。なぜなら結構ゾンビが近かったですね。ゾンビというか敵が。で、どんどんね、このこうやってマウスを合わせるとかなり奥まで入ってきそうだなっていうのがあるんで、どうにか対処していくようになっていきます。で、キャラクターごとに持ってる武器で、スキルが決まっていきますね。このキャラクター剣を持ってるんで、その剣のスキルを持ってるし、このキャラクターは魔術師の、本を持ってるんで魔法を使えるようになってます。魔法はね、かなり遠くまで届きますね。なので、まあ、この入ってきそうなやつをまずはちょっと処理しておきたいですね。こうやって見てみると上にダメージってのが書いてると思うんですけど、59から90って書いてますよね。これはね、ランダムで決まるみたいです。なので、例えばこうやってね、合わせた時にドクロマークハテナっていう敵風についてたら、倒せるか倒せないか分かんないよっていうことを表してます。まあ、こいつの体力はね、80しかないんで、運が良ければ一発で倒せるし、まあ、運が悪ければ倒せない。で、この普通のドクロマークついてない状態は誰も倒せないっていう感じです。で、ドクロマークハテナがついて、まあ、例えばこいつ攻撃してみて、あ、死んじゃった、まあ、死ななかったらね、まあ、ドクロマークが完全にハテナがつかない状態でついたりするんですけど、まあ、それはまた後で出てきたら、ちょっと伝えたいかなと思います。もう一人が弓のキャラクターですね。弓のキャラクターは、まあ、これも魔術師同様に、遠くに撃てるんですけど、命中率がちょっと下がるけど、強く撃てる弓とかもあります。ただね、まあ、命中率が低くなるんで、このゲーム遠くにいる敵ほど命中率が下がるっていうのがあるんですけど、なので近くに行って強い弓を撃ってみますよ。で、これでどんどん処理していきましょう。で、じゃあこの技、パワーショットっていう技、どんどん使っちゃったらいいんじゃないのって思うかもしれないんですけど、実は技にはこのターンごとに、1回しか使えないとか2回しか使えないとかっていうのがあるんですよね。で、この弱い方の弓は、4回使えるんですけど、この強い打ち方、パワーショットは、2回しか使えないんで、2回使って、今はもうこのターンは使えないっていう感じですね。で、そしたらですね、この紫色の霧の奥にいる敵には攻撃が当たらないので、まあ、こういう範囲攻撃みたいなものもあるんですけど、ちょっともったいなさそうなんで、通常の、攻撃を、適当に一番近いやつとかにね、あ、これですね、今ドクロマークがハテナついてない状態出てると思うんですけど、これはどんな数字が出ても、倒せますってことなんで、まあ、絶対に倒せるっていうところですね。で、敵がちょっと奥まで来て叩かれそうなんで、弓兵を後ろに戻しておきます。で、魔術師はまだなんか攻撃できそうなんで、あ、ちょっと間違えた、ですね、どうしよう、まあ、適当に近場のやつ撃っときましょう。よっ、よいしょ。で、そしたら危なそうなんで後ろ戻ってきます。で、戦士はどっちにしてもね、まあ、今動けないし前の方にいないとダメなんで、このままいるようにしましょう。そしたらターンを終了します。わー、すごいでしょこの数近くに置いてるこのね、壁というか障害物は結構優先的に壊してくれるんで、それで時間稼ぎをするってこともできます。この数どうすんのって話ありますけどね。で、そしたらですね、まあ、ちょっと特殊な技も使ってみましょう。このタイトボレーっていう技は、敵のね、足をね、こう遅くさせる効果があるんですよね。なので、例えばですね、どうしようかな、ちょっと奥の方にしようかな、この辺りの敵に撃っときます。そうするとね、こいつらのね、移動力がね、ほぼなくなるんで、前の敵を処理してればちょっとターンを稼げるみたいな考え方でやっていくっていうところですかね。で、このね、戦士の、特殊な攻撃に3人貫いてその先に出るっていう技があるんですよ。ただ、その出る先が詰まってるとこの技使えないんで、例えばですね、このここの横3列3人をちょっと倒したいなって思った時に、魔術師でまずここを開けてあげるっていうことをちょっとしてみます。ちょっとどんなことをしようとしてるのかちょっと伝わりづらいと思うんで、とにかくやってみます。で、ここ1体開けて、戦士がここに入ります。
で、そしたらこのブレイドラッシュっていうのでこいつらをこう貫きます。ザクザク、あれ死なないなちょっとそうなるとちょっと話が違ってくるんですけど、死なないな全く。なるほど、タイトボレー撃ってるしな。こいつらちょっと殺しときたいってのがあるんで、まあちょっと強めの技もあるんですけど、まだ温存しときたいかな。ただこいつがね入ってきそうなんですよね、もうね次。まあちょっと難しいんですけど、ちょっと適当にやってみましょう。よっ、こうやって貫いて貫いて、こういう風に移動しています。でこいつはそうですね、僕のことを攻撃してきそうですね。結構囲まれそうなんでちょっと危ない状態にはあるんですけど、ちょっと動いていきましょう。これでどうにかなる？なってるかな？まあなってるようになってないようなですね。でそしたらパワーショットでこの前のやつを倒しておきます。パワーショットなんだかんだね結構当たるから。でそしたらこいつらは、まあ、結構動けなさそうなんで、そうですね、ここの処理をしてあげた方が良さそうですね。で魔術師がちょっと待ってですね、ここにいるんで、これをこれ倒せるかな。こいつ倒せないとちょっと厳しそうですね。死んでくれ。死なない、なるほど。でそしたらこいつはちょっと街中に入ってきそうなんで、まあ、とりあえずこっちは倒しておきましょう。でそしたらもう動けるのがいないので、まあ、このまま終わっておきますかね。基本的にこのアクションポイントっていうのはどの行動でも使うんで、アクションポイントがなくなったら、基本的には終わりだと思ってもらっていいと思います。まあ動けはするんですけど、まあ、そんなに今動く必要もないんで、このままにしておきましょう。よっ。でそしたらターンを終了します。ただね、2人のヒーロー、キャラクターが、動くポイント消費してないよって言うんですけど、まあそのあたりは無視しても大丈夫です。おっ。そしたら多分ね攻撃してくるはず。痛い。はい。でそしたらどんどん迫ってくるこの敵をどうにかさばいていかなきゃいけないんですけど、まずはですね、まあ、前から処理していくのが一番いいのはいいんですけど、まあ、このあたりは考えどころですね。そしたらちょっと魔法使いのねめちゃくちゃ強い攻撃出してみたいと思います。ライトニングストライクっていう、これはですね9人まで跳ねる可能性があって、なのでまあ適当に打ってもいいんですけど、このあたり打ってみますか。まあ、ランダムでねこう伝播するんですよね。めちゃくちゃ強い。ただねマナ3も使うし、一旦に1回しか攻撃できないってのもあります。さらにですね、このなんか炎の魔法みたいなのもあって、これは十字に放火するんで、できれば十字にいるやつに攻撃したかったりもするんですけど、ダメージ自体は116がマックス。まあ死ぬかもしんないし死なないかもしんないって感じですね。そうなってきた時に、とりあえず目の前の敵を処理してあげるのは大切だと思います。でパワーショットでこの辺り、まあ、弓兵はね結構強いんで、よっ、打ってあげる。でパワーショットはこれ一旦ね2回しか使えないんで、ここの敵には打てないですね。でそうなってきた時に、例えば、戦士のキャラクターがここに行って、ここの3人に当たるように貫通させる。いいですね、こんな感じ でそしたら貫いて、でここ詰まっちゃうのがちょっとかなり危ないので、魔法使い入ってくる、入ってきそうだな、これ入ってくるな。まあ、前に入られることはちょっとこの後仕方ないかなって思いますね。なので、敵を どうにか減らすことを考えて戦っていきましょう。これ結構ついてますね。よっ。だから一発で倒せたり倒せなかったりするんですけど、弓もね、あのね視界が通ってないと打てないんですよね。例えばこれね打ち方できないと思います。あの見えてないから、そこが。なので、撃とうと思ったら、ここら辺に移動して、こうやって撃たなきゃいけないですね。よっ。で、そしたら、前に来られて攻撃されそうなこと、まあ、弓兵はちょっと当たりそうですけど、まあ、この後、終わって、そしたら、止めどなく押し寄せてきます。これ、いつ終わんのって思いますよね、これ。でもね、これね、いつか終わります、この地獄。でいつかが終わりそうだなって思った時が、まあ一番こうなんていうか、あ、やりきったみたいな感じはするんですけど、
ちょっとなんか動いてる。待ってくださいね。閉じておきましょう。なのでこういう風に、スキルを駆使して敵を倒していくっていうようなゲームです。で、敵を全滅させるまで終わらないです。なので、何ターンか耐えたら終わるとかではなくって、全滅させたら終わりっていうゲームですね。で、そしたらもう一回ちょっとこの辺りにボレーを打っておいて、あーと思ったけど、そうか、見えてないのか。そうなると難しいですね。か、まあ、さっきのね、雷の技をちょっと打つってのはあると思います。なので、ちょっとこの辺りがちょっと怪しそうなんで、いい感じに広がってくれたらいいんですけど、あ、まあまあ悪くないですね。で、そしたらまあ近場の敵から倒していこうかな。まあ、絶対倒せるやつ倒した方がいいってのはありますね。で、敵はね、結構建物重視で、さっきも言ったんですけど、倒してくれる、なんか殴ってくれるんで、ちょっとだけ余裕があるといえば余裕があります。よっ。で、そしたらパワーショットでこの敵を確実に倒しておいて、こいつも倒しておきます。で、そしたら弓兵がちょっと移動してもらって、ここでいいのかな、まあ移動してもらって、そしたらタイトボレーっていうね、さっき移動力を封じた技をこの前のやつに打っておきましょう。で、戦士でこいつ倒して、で、前出て貫いて、で、普通の攻撃で、普通の攻撃でいけるかな、あ、いけそうですっていう形でちょっと前線を処理しておきます。なんか悪くないですね、今ので。全員使ったかな。はい、使いました。で、そしたら OK しておきましょう。で、事前にね、作っていた柵がどんどん壊されていってるんで、この辺りもそろそろやばいなとは思うんですけど、で、よっ、目の前のやつ撃ちます。パワーショットめっちゃ強い。で、そしたら戦士がまた入って、さっきの3人貫通の技を打っときましょう。なんかいまいちでしたけど。で、そしたら、この雷の技を打っときます。でね、このね、雷の技とかめちゃくちゃ強いじゃんって思いますよね。でもね、これね、マナを使ってるっていうのがちょっと難しいところで、まあ、キャラクターのね、このシートとか見てもらうと分かるんですけど、これなんかごちゃごちゃしてて、なんか分かりづらいかもしれないですけど、とりあえずね、その、いちいち、この戦闘が終わったら、回復するマナの量っていうのが決まってるんですよね。全部マナが回復するんじゃなくって、このキャラクターだとプラス9。プラス9ってね、めちゃくちゃ多いんですけど、普通のキャラクターはね、プラス3とか2ぐらいしか回復しないんですよ。なので、その、じゃあそのマナをフルで回復させる手段って何かあるのっていうのはまた後で紹介するんですけど、とにかくちょっとね、使いすぎるとその次の日がまたちょっとしんどくなるっていう可能性があって、できればこのアクションポイントだけでね、処理したいっていうのはあるんですよね。アクションポイントは別にターンごとにマックスまで回復するん で、あとマナ自体は、この戦闘中で回復する術は、まあ、ほとんどないです。まあ、消費アイテムがあるんですけど、まあ、とりあえずあんまりないと思っていて大丈夫です。まあ、とにかく、使い放題ではない感じの代わりに、まあ強いっていうのが、このマナを使う技の特徴ですね。よっ。ということで、最後の敵をこんな風に倒すことに成功しました。そうするとですね、朝になってこの戦闘の結果を見ることができます。で、レベルアップしたりだとか、まあ体力減ったから評価 B だよねとかって言われたりとか。で、街に侵入されなかったら、ボーナスもらえたりします。こんな感じでお金とね、資材と、すごくうまくいくとアイテムもらえたりしますね。で、これゲットして。ありがたい。で、そしたらね、またね、違うポイントをもらえたりするんですよね。エッセンスってやつなんですけど、まあこれもね、後で使い方紹介したいと思います。で、評価自体は A ですね。で、そしたら、儀式の段階が1段階早まって、これがマックスまで行くまで、この街を守りきるっていうのが目標です。で、ここからがね、さっき言った1日の最初の生産、の、何ですか？パートに入るんですけど、ここではですね、いろいろと紹介することがあるんですけど、まず、建物を建ったり壊したりできます。で、壊すとね、
お金もらえたりするんですけど、一つね、労働力って考え方があって、左上ちょっと紹介しておきます。お金ですね。でそれと資材、材料ですね。それとさっき言ったエッセンス と、労働力です。でこの労働力ってのが結構大事で、1ターンにね5人までの労働力しか使えないです。で教会とか行くとですね、労働力1を使って、仲間の体力を回復したりすることができます。さっき紹介したように、1日の終わりに回復するマナの量は決まってて、体力の量も、ね、決まってます。なので、体力も、まあ、できれば節約したいんですけど、まあ、あの教会で、労働力を使えば回復させたりすることができるって感じですね。で教会にお金を使ってアップグレードすると、1回だけタダでね、体力を回復させるサービスを受けることもできます。労働力を使って仲間を回復させることもできますね。そういった教会っていう建物を、これはね1日目に建てたんですけど、そういうことができたりとか、であとこういうところを労働力を使って、壊すことでお金とね資材を回収することもできます。でそしたらですね、マナのね泉っていうのを建てたりすることで、さっきのね教会とはまた別で、労働力を使って、マナをね回復させることもできますね。でこれもアップグレード使うことで、1回だけ、3ポイントじゃないかな、あ5ポイントマナを回復させることもできるサービスを作ったりもできる、建物をねアップグレードしたりすることもできるって感じですね。でショップもあって、ここでね、新しい装備を買うこともできます。まあ、青色だとレアなんで、あこういうの買っといた方がいいかなみたいな感じでちょっと買っといてみるみたいな。これもねお金かかるんで、っていうかこっち人類守ってんだからショップの装備品とか全部渡せよって思うんですけどなぜかそこでも商売っ気があるみたいな感じで、そこは譲れないんですけどっていうなんか謎の、考え方持ってて、こういったものを買ったものはこうやってね、付け替えたりすることができます。それぞれ対応した、ステータスが上がったり下がったりするっていう感じですね。バーって説明してあれなんですけど、レベルアップ、すると、こんな風に選択肢のうちから、1つね能力を手に入れることができます。でレベル1上がるごとに、まあこうやってねこのなんか5択の中にないなって思ったら次3択でどれにするとかって選べたりするんですよね。でこれでもないなって思ったらもう一回やると、最後一択になって、レベルアップする能力が変わります。だからステータスポイントを振るっていう感じじゃなくって、このカチャカチャ回して出てきたやつを選んで能力上げるって感じですね。でそれもねレア度みたいなのがあって、まあ、レアな方が能力高いんですけど、まあそれどうしよっかなみたいなランダム性みたいなのがありますね。で2個選べるんで、まあ2個選んでみたいな、まあどれでもいいんですけど、まあ正確性とか上げとこうかなとか思ったりとかね。でそしたら、能力、別の能力を1つもらうことができます。これもねちょっと英語ばっかりなんで読むしかないってのは読むしかないんですけど、まあそうですね、まあ読んで、これとかは建物の近くに、立ってればアーマーが20上がるっていう、まあ、結構良さげな能力っぽいんで取っとこうかなとか、弓兵がこうやっていたらさっきのねアーマー値が20上がるっていう、ダメージを、まあ、プラス20ね軽減できるみたいな能力だったりするんで、まあ、そういった、能力とかもありますよって感じですかね。であとさっき1日目の防衛がすごくうまくいったんで、夜の報酬をこういう風にもらうことができます。まあ、この中から一つ選んで、まあ、レベル2の剣あるじゃんみたいな感じでこうやって開いて、装備させてあげるみたいなね。でまたこいつもレベルアップさせてっていう形で、キャラクターを強化していきます。でそしたらですね、最後にやり込み要素みたいなのがある、やり込みっていうか、まあ、周回要素ですかね、まあ、このなんていうかプレイがダメだったとして、最後まで儀式を守れなかったとしても、さっき手に入れたエッセンスとかをこういう風にね別の次元のねこの生き物というか存在に話しかけて、まあ、これも全部英語なんですけど話しかけて、これをねなんかこう捧げる、エッセンスを捧げることで
新しいね建物とかをね手に入れることができるんですよね。とか新しいこう装備のセットとかを手に入れることができます。で、まあ、こんな感じでアクションポイントがね1個増やしたりするようなものに使ったりとかもできるんで、まあ、どんどんね使える装備とか、うん、ポイントとかキャラクターが強くなっていくっていう要素があります。でこっちも光の存在というか光の存在の方はねなんか実績システムみたいになってて、例えば、1000ゴールド集めたらこの能力が解除されるみたいな。で今500の資材を全部で集めたんでなんか、なんかスカベンジャーキャンプっていう建物が、資材を出してくれるみたいなものを手に入れたりしてるみたいです。でナイトシールドパラディンシールドみたいなのが出てくるみたいな。でそれでこうやって戻って見ると多分ね建てられる建物とかが増えてんのかな。あ増えてますね。ショップじゃなくって、ま、アーマーメーカーとか、スカベンジャーキャンプってのが作れるようになってますってな感じで周回していくごとにいろんなものを建てたりとかできるようになっていくんで、まあ、結構このゲームね難しいゲームだと僕も思うんですけど、まあ、そういった要素でだんだんとキャラクター自身が強くなったりとかさせることもできるっていう感じですかね。でここの、セットアップが終わったらまた、エンドフェーズってのを押してもらうと、最初動画で紹介した配置から始まってまた戦闘が始まっていくっていうのを繰り返していきます。で最後に、これノーマルモードなんですけど、イージーモードってのもあって、まあ、最初からね、このヒーローが4人いる状態とかお金がねちょっと多い状態で始められるとか、そういったオプションもあるっていうのを聞いあります、うん、でこれはまあ普通にノーマルモードでやってるんですけど、なのでちょっと本当に難しすぎてどうにもならないなって思ったらそういうモードで楽しんでみるってこともできるみたいですね。はい、ということで今回はこちらザ・ラストスペル。何がラストスペルなのかっていうと、この儀式をね、儀式がラストスペルなんですよね。この儀式は魔法をこの世から消し去る魔法なんですよね。あのねこのゾンビたち、さっき言ってたクローラーズっていうのは魔法で作られた存在なんですけど、それをなくすために、その魔法の力を消し去るために、最後の魔法として、この世から魔法を消す魔法を頑張って儀式でやってる。そうすることで世界が救われるでしょうっていう大きな話の流れが最初ねオープニングの、時にあったんで、ちょっと紹介しておきました。何やってんのって思いますもんねこれ。儀式でザ・ラストスペルってタイトルになってるけど何なんだっていうのもあると思うんでちょっと紹介しておきました。はい、それでは今回もちょっと長くなりましたけれども動画見てくれてありがとうございます。はい、ではまた。